はい、皆さんこんばんは。本日はアジアティックに来ています。アジアティックなかなか綺麗になっております。でびっくりしたんですけど、アジアティック、まあ、今日日曜日ということもあるかと思うんですが、非常にいっぱいです。すごい人で、駐車場もね、もう第一駐車場が止めるところがなくて第二駐車場に止めるというような感じでございます。で、あのね、今こうミッキーありますけども、ディズニーのテンパークがなんか行ってきてらしいんで、そっちも見てみたいと思います。そしてね、今アジアティックカリプソのキャバレーショー復活してますので、こちらの方ね、ニューハーフショー見られたい方はこちらのカリプソキャバレーショーぜひ来てください。1回目のショーがね、7時半スタート、2回目のショーが9時15分スタートで、開催されておりますので、カリプソのショーぜひぜひね見に来てくださいね。前もってねもう予約しないともう結構こう、いっぱいになりますので気をつけてください。すごいねいっぱいなんですよ。でね、今ちょっとこう歩きますけれども、まあ、ここにね、もうカリプソ、では久しぶりにアジアティック来ましたけれども、相当にぎやかになっております。ちょうどね、この12月から、来年、まあ、今年中いっぱいは、この川沿いの方で、ライトアップされるということで、ライトアップショーですかね、夜の8時ぐらいからそういうのがあるというふうに聞いておりますのでね、そういうのもいいですし、こういったところにね、タイ産料理とかあったりですね、ちょっといっぱい降りますけれども、横の方ひなび屋さんがあったりしますので、食事に困ることはもうこの辺ないですね。そのまま歩いて川沿いの方に行きますけれども、どうでしょう皆さん、この人すごい人です。やっぱしお店がたくさん出てるからね、来る人も多くなりましたよね。韓国人も多いな。でディナークルーズとか大体この辺りで受け付けてるような感じでしょうか。チャウプラーやヨットサインボート、でこちらがベラクルーズ、ホワイトオーキッドクルーズとか、この辺ディナークルーズの受付先でしたね。でこのアジアティックの、船着き場から船が出るというような感じですね。こちらビバアランカークルーズ、すみませんね。でここロイヤルプリンセスクルーズ、いろんなクルーズ会社が出てますので、ここのアジアティックでねお買い物をしてお散歩して、そしてお買い物も楽しんでディナークルーズも楽しめるっていうような場所ですね。でこちらも川沿いの方までようやく出てまいりました。アジアティックの道路のところからそのまま歩いてきたら、まあ、5分ぐらいの場所なんですけども、まあ、皆さん寄り道しますんでね、5分で来れることはないかと思いますが、でここの端っこの帆船のところまで出てくると、まあ、ここら辺がいわゆる川沿いのメインの部分ですね。非常に過ごしやすい気候でございます。ではどうですかこの人、もちろんねディナークルーズ待たれてるお客さんも多いかと思うんですが、それでもねこんだけの人がいるっていうことはかなり賑わってますよね。アジアティック、そしてねこちら横の方にはディナークルーズがいるような感じでしょうか。こちらディナークルーズのボードですね。こんな感じでディナークルーズボードが止まって、ここから乗り込んでいくという風な感じですね。向こうの方にもディナークルーズいますね、アランカークルーズ。でこちらがこんな帆船があって、そして向こうを見ると観覧車があるというふうなリバーシティでございます。いやーしかし本当に賑やかになりましたよ。こんだけ賑やかになってるのはやっぱいいね。向こうの方行ってみようかな。たくさんのね、本当食事するお店があって、本当に良くなりましたね。この辺はこれ全部ディナークルーズですね。ディナークルーズですね。
ずっとこう後ろ向きに撮影している人もいますね。この辺りは皆さん撮影してるんでしょうか。非常にたくさん皆さんね、 YouTube でしょうか、動画配信でしょうか、やっておりますね。チャオプラヤクルーズのチャオプラヤクルーズの列でございます。ユーロン、ユーロン、ユーロン、すごいな、このディナークルーズの順番の列もなかなかですね。いや、こんだけ混んでるとすごいな。本当もう完全にタイはね、もうコロナの感じは脱出しましたね。もう一気に人が増えたっていうような、そんな状況になっております。こちらからもディナークルーズが出発する場所になります。観覧車の方を見ていきましょう。ディナークルーズの船、あれだ、この感じ、ロイヤルプリンセスクルーズ号ですね。この辺りのこうなんか綺麗なバーもありますよね。すごいな。クリスタルグリルハウスっていうレストランか、グリルハウスレストラン。はあ、なかなか、お、コース料理すごいね。3900バーツプラスプラス、すごいね。セットコースでいい料金しております。ただこの綺麗なこういうスタイルの部屋で食事もいいですね。はい、そしてメリーゴーラウンドあります。で観覧車の方に行きますと、なんかこうお化け屋敷っぽいのがこれあるんですよね。上の方こう、なんかね、遊園地っぽいですよね、この辺りが。こちらのホーンテッドなんとかミステリーマンション、ミステリーマンションは1人300バーツになります。夕方の4時から夜の、11時半までやってますね。土日は3時ぐらいから開くみたいです、ミステリーマンション。そして横にはこの観覧車、ビアちゃん提供ですかね、ちゃんと書いてますから。このような形でね、非常に賑やかな状況になっております。この観覧車もね、確かね1周とかだけじゃないんですよ、何周か回れるはずなんですよね。で乗り降りするときはね、乗り降りしてる人らの時には止まるんですよね。これが面白いところですよね。日本だと止まらないじゃないですか、止まらんくて一周回ってきたら終わりなんですけれども、こちら、入場料1人当たり500バーツですね。子供が120センチまでが200バーツになっております。こちらも4時から、こちら夜中24時まで開いております。で、こう順番待って、どんどん順番に乗っていくというふうな感じですね。ではこの辺りも非常にいい匂いがしております。いや、なかなかどうでしょう、皆さん、アジアティックだいぶ盛り上がってまいりました。この辺りのレストラン街見ておりますけれども、なかなかいい感じのレストラン多いですね。一品あたりちょっとね、やっぱり割高といっちゃ割高なんですけれども、まあでもね、そこそこのものが食べてれるような感じでございますので、よろしいかと思います。いや、でも本当に賑やかになってましてね、まあ今だけかもしれませんが、まあ、このような形でね、ビアガーデンっぽいのもできておりまして、こういうの見て歩くだけでも楽しいですよね。ほら見てくださいよ、これ、このバーベキュー系
すごい面白いですよね、こういう。あと1個面白いのが、あのビッグシーのスーパーができましたね。アジア特区内にこういったビッグシースーパーみたいなのがあると、これはこれでまた面白いですね。フード関係が多いようですね、フードプレイスになってますから。ただまあちょっとこちらの左側がまだ、少ないお店が少ないエリアになりますけれども、このような形でね、フードコーナーもできてるから、まあ、これからまた盛り上がってくるんじゃないでしょうか。はい、そんな気がします。レアハウスの新あたりは人少ないですね。まあまだ賑やかな場所と人が少ない場所がありますけれども、やっぱり面白くなってきてると思います。いやなんか韓国人多いな、あと中東系多いな、インド系も結構いますが、日本人ちょっと少なめでございます。ではちょっとカリプトまで出て、一番分かりやすい集合場所とかはもうカリプトのカリプトショーのところにするのが分かりやすいんじゃないですかね。カリプトショーの場所にするか、その入り口に先ほど、ディズニーのトレインが止まってたんで、そのあたりに待ち合わせにするのがよろしいかと思います。結構広いんでね、迷い始めるとどこだっていうふうに分からなくなると思うんで、集合場所だけは決めましょう。こちらカリプトショーのところになります。いや、なかなか面白いです。ちょうど今ね、12月頭ですけども、ハラルコーナーができておりました。特別ステージでハラルができているという場所になりますね。ここら辺のこの屋台全部ハラルでございますから、安心ですね。そのハラル食べる人には安心ですね。全部でハラル認証の食事になります。こっちちょっとこう屋台っぽくて安いんでいいかもしれないな。さっきねケバブ見たら、向こうのケバブ屋さん320バーツだったんですよ。ここいくらだろう、安そう、90とか。シュワルマチキンで、シュワルマビーフイズチーズで90バーツ。あ、ここいいね、これ食べよう。あ、サリカこれちょっといただこうと思います。このハラルコーナーやったらね、こうケバブとか美味しいですからね、ぜひ食べてみてください。私はこれのビーフチーズを食べたいと思います。すごいここ熱いね、じり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 焼いてカットして、でそれを挟んで食べるという風な分になりますね。こうやって、いや美味しそうです。これシュワルマビーフチキン、ビーフウィズチーズ食べたいと思います。ただいまカリプソキャバレーショー入ってきました。ちょっとこちらの方だけチラッとだけ見たいと思います。カリプソキャバレーショーね、このようなシアターになっております。結構ね雰囲気いいですよね、こういうの見るとね。はい、お楽しみましょう。カリプソの中にね、このような非常に豪華なプライベートエリアもございます。でもね、プライベートエリアからちょっとこう遠いですよね。で、カリプトはね、本当は前の方がいいですけどもね、前の方欲しい人は早いもんじなんでね、もう本当に早く予約して、取るのがベストだと思います。To see Thailand's most exciting performance, ladies and gentlemen. Hey, hey, again. Amen.
still waiting.